でもそういう私も入江君に相手にされてないんだけどね。入江君、今度の日曜日一緒に映画に行かない？チケット2枚あるの。何？松本優子のやつも入江君との初デートを狙ってるわけ？うわー、勝てる気がしない。もしかして松本さんのことがす好き？うわー！おお！あいはら。あいはら。やだ、昼間からこんなところで。これは違うの。これはやっぱりあの噂は本当だったのね。え？噂？相原さんと須藤先輩が怪しいって噂。適当なこと言わないでよ。だってあなたみんなに入江君のことを諦めるって言ってたじゃない。それって須藤先輩が原因なんでしょ？それって須藤先輩が原因なんでしょ？テニス部内じゃ結構の評判よ。え？だってあなたみんなに入江君のことを諦めるって言ってたじゃない。それって須藤先輩が原因なんでしょ？テニス部内じゃ結構の評判よ。え？そうなの？いいじゃないですか部長、熱意がある人は大歓迎ですよ。君、名前は？相原琴子です。琴子ちゃん、入って入って。僕は新人担当の須藤です。今からね、ちょうど新入生の歓迎会をするところなんだ。どうぞどうぞ。お前こっち。あ、じゃあそろそろ。そうなの？おお、違う、入江君、これはね、誤解なの、誤解。違うの。別に俺には関係ないし。あ、松本、さっきの返事だけど、日曜暇だからいいよ、映画。分かってたよ。じゃあ須藤先輩が松本さんのこと好きなことも。昨日までお前と須藤さんが本当にできてると思ってたけどな。